北砂緑道公園は東京都江東区北砂にある区立緑道公園である。江東区スポーツ会館から進む海橋までの範囲の小名木川沿いに位置する。1991年4月1日に開園、その後1992年、1995年と段階的に拡張された。敷地の一部は旧小名木川駅の用地を利用している。 1991年6月には、園内の小なぎ川の護岸を利用し、幅10メートルにわたって、区内の草花を描いた当藩を配置した芸術作品が作られた。この作品は、仮想の布と題するもので、園内にはこの他に、家中のゴンベッサという大の作品も建てられている。公園のある地域は、廃人の石田波橋が百四十六年から十二年間、暮らした場所で、 生誕100年にあたる2013年には、そのの入り口に、生誕100年記念碑が、園内には、区費が建てられた。区費は、破響が、同じ川駅を読み込んだ区を高さ150センチメートル、幅240センチメートルの三陰石に刻み込んだ、もので、290万円をかけて建設され、11月16日に、除幕式が行われた。また園内には、三原山噴火の際に、 江東区に避難した伊豆大島島民から送られた矢部椿が植えられている。ありがとうございます。